皆さんこんにちは、トップランクアンバサダースーパーカーお姉さんです。今日はですね、なんとキャンプ動画です。こちらのお車、フォルクスワーゲンの純正のキャンピングカー、カリフォルニアというモデルなんですけれども、今日はこちらをお借りできるということでキャンプ場に行ってきたいと思います。いや、ミニバンサイズでなかなか使い勝手が良くて、キャンピングカーの中でもなんかこう乗りやすいっていう風に聞いているので、どんな感じか楽しみです。私自身キャンピングカーが初めてなんで、使い方をいろいろとレクチャーしてもらってるんですが、いや、この車こうパッと見ただけだと普通にミニバンに見えませんか？なんですが、ついている装備は結構本格的なキャンピングカーになっているんです。でですね、特にびっくりしたのはこれキッチン、この2列目なんですけど、見てください、シンク、コンロ、冷蔵庫と結構しっかりとしたキッチンになっていませんか？これすごいですよね。車にこんなしっかりとしたキッチンってつけられるものなんですね。まず詰められないか。収納棚もついていますし、こっちはかなり使い勝手は良さそうでしたよ。すごそして後ろにはクローゼットとラゲッジスペース、テールゲートにはなんと折りたたみの椅子がすっぽり綺麗に格納されています。実際この椅子とかテーブルって意外と持っていくとかさばったりだとかしますし、邪魔なんですよね。でもこの収納方法はかなりスマートなので、これはキャンプ場に着いたらぜひ使ってみたいです。行ってきます。ということで、使い方はざっと覚えられたと思うので、いよいよ出発したいと思います。まずこのカリフォルニアなんですが、通常キャンピングカーっていうと市販車をベースに作られていて、キャンピングカー会社さんがこう後付けでカスタムしていると思うんですけれども、こちらはなんと自動車メーカー純正、フォルクスワーゲン純正で作られているんですよ。これって本当にすごいことで、通常後付けしていると、ここにこれを置きたいのにちょっとここの部分邪魔だなとか、無駄な空間とか増えると思うんですけれども、これはもう自動車メーカーが最初のこうレイアウトから作っているので、無駄な空間だったりだとか無駄なものが一切ないんですよ。いや、これが本当にすごいですよね。例えばキャンピングカーだとメルセデスベンツの V クラスのこうマルコポーロだったりだとか、まあ作られているかと思うんですけれども、まあ V クラスは、ポップアップ V クラスはポップアップのこのベッドだったりだとかはあるんですけれども、キッチンだとかはないですし、そういった部分ではカリフォルニアっていうモデルはかなり珍しいものなんだなっていうふうに思います。今回キャンピングカーでキャンプ場に行くっていうことで、私自身キャンピングカーを運転するのも初めてなんですよ。なのでちょっと いつもとちょっと違った緊張感がありますね。でも非常に思ってたより結構こう乗りやすいです。幅がこう2メートル以上あるのかなって思ってたんですけど、先ほど調べたら1900だったんですよ。これって例えばアルファードで1850なので、そう比べると50ミリしか変わらないですよね。ちょっとこうアルファードよりもこう大きくした感じ。ただやっぱり室内はこのセンターコンソールだとかもないので、本当に広々としてて、なんか結構こう大きく感じますね。いや、でもこのキャンプ行く時ってめちゃくちゃこうワクワクしますよね。私なんかこう子供に戻った感じになるんですよ、私的には。なんかこうキャンプ場に着いたら、例えば組み立ててこう火起こししてとか、食べ物をこう調理してとか、もうそれを考えるだけでこうワクワクしますし、私あとこの焚き火のこのパチパチした音めちゃくちゃ好きなんですよね。やっぱこうキャンプの動画って YouTube で結構あるじゃないですか。あれのずっと焚き火の音、パチパチしている音だけ聞いて眠ったりだとかもしてますし、そのぐらいこの、火起こしだったりだとかそういったのも好きなので、今日めちゃくちゃ楽しみです。
じゃあ必要な食材だったりだとかものもあるので、ちょっとスーパーに寄っていきましょうか。買ってきました。よいしょ、冷蔵庫入れます。いや、これめちゃくちゃ便利ですよね。わざわざあのクーラーボックス持っていかなくて済むのでかさばりませんし、めちゃくちゃ楽です。よし、じゃあキャンプ場まであともう少しなので行ってきたいと思います。さあ、できるか。おし、ここまではすんなりだな。あれ、どこだっけ。え、あ、これか、あ、こうか。あ、これでちょっ、できた。これでここちょっとこうやってやって、よし、お、いけたぞ。よし、これでこうか。お、できた。よし、おう、おしょ、お、いい感じ。すごい、ちゃんとしてる。しっかりした。あとは椅子だ。椅子、椅子。これ、あ、これだ、わかりました、あった、これだ、これだ、オッケー、これでいける。おいしょ、おお、よいしょ、よいしょ、おお、すごいすごい、おう、いい感じです。すごい、ちゃんとしっかりしてる。ほほほ、これで、おお、組み立て終わりました。いや、私正直めちゃくちゃビビってたんですよ。あの、男の人一人だったら結構簡単なのかなと思ってて、女性だと結構大変なのかなと思ってたんですけど、私一人でも全然余裕ですよね。全然余裕だったんですよ。びっくりしました。そしてこれ組み立てたんですけど、これめちゃくちゃちゃんとしてません？なんか、あの、言っちゃ悪いんですけど、ちょっとチャッチーかなと思ってたんですよ。全然チャッチくない。本当にちゃんとしっかりしてるし、この椅子もすごいしっかりしてるんですよね、ちゃんと。ただここにちょっとドリンクホルダーちょっと欲しかったですけど。でもすごくしっかりしててとってもいいです。で、出し入れも本当に簡単で、テーブルはここの内側に、あの、入ってるような形になるので、ボタンを押すとスッて出てくるので、それでできましたし、椅子もここにあったので、こう収納スペースすごいですよね。めちゃくちゃこう無駄なく作られてるなとかって思いました。そしてですね、最後この、あ、最後じゃない、そしてこのテントも
結構こうくるくる回すのはちょっと大変だったんですけど、意外といけましたね。全然硬そうだなと思ったんですけど、全然硬くなくこうパッといけました。そしてこのやっぱルーフ、このポップアップルーフ、これすごくないですか。あのなんかキャンピングカーっていうとなんかこう上にこう乗ってる感があるじゃないですか。この車の上になんかこう結構こう厚手の結構こうあのベッドがあるんだなみたいなような感じありますけど、これはもともとそんな感じが全くなくて、それでこうやって出てくるっていうのすごいですよね。しかも簡単にボタン一つでできちゃうのでめちゃくちゃ簡単でした。いやこれ早く寝てみたいです寝たことないんで。じゃあちょっと料理の下ごしらえをしていきたいと思います。この包丁すごくないですか。よし、今日はキャンプっていうことだったんで、シャリピアンステーキ丼を作ろうと思ってます。私もたまに家で作るんですけど、あれなんですよ、玉ねぎでお肉をつけるんですよね。で玉ねぎでお肉をつけることによってお肉がめちゃくちゃ柔らかくなるんですよ。全然この安いお肉でも柔らかくなるんでめちゃくちゃいいです。高いお肉買わなくても。なんかこうすりおろして玉ねぎをすりおろしてなんかつけるやり方もあるんですけど、私はなんか食べる時にちょっと玉ねぎのそのなんていうの、食感みたいなのも楽しみたいから、私はいつもみじん切りにしてます。料理番組みたい。ここやってで玉ねぎをドバッと、お肉がめっちゃ大きい。一人で食べれる量じゃないこれ。じゃあ火起こしをしていきたいと思うので、火起こしに必要なものをちょっと集めていきたいと思います。あ、こういったね、木とかここら辺も良さそう。おう、これ太いからいけるかな。えっ、じゃあお肉が玉ねぎによく使ったと思うので、これでお肉についた玉ねぎをまず取っていきます。これでちょっと茶色になるまで炒めていきます。おお、もうこの時点で美味しそう。こっちずらそうかな。あ、もう焦げそうなんで、もうここら辺でよしておこう。そしてこのお肉の残り汁に先ほどの玉ねぎ入れて、ちょっと焦げたのは見なかったことにして、まあこれもキャンプの醍醐味ですよね。そしてお酒と赤ワイン入れる人もいますけど、私は和風な感じにしたいので、酒とみりんと醤油を1対1対1ぐらいで入れちゃいます。よいしょ、ちょっととろみになるぐらいまで煮詰めていきます。ちょっと味見。うわ、めっちゃ美味しい。じゃあ焼けたお肉を切っていきます。うわ、すごいいい感じ。中がちょっとピンク。
続いてご飯ですが、ちゃんと炊けたかな。え、心配。あ、いい感じ。見てください、いい感じに炊けました。美味しそう、めちゃくちゃ。うわ、これも全部乗せちゃおう。うわー、絶対美味しい。そして作ったこのタレを入れていきます。これは絶対美味しい。よし。で、ここに温泉卵を、あ、そして小ネギを振りかけて、うわー、めちゃくちゃ美味しそう。よし、できた。特製シャリピアンステーキ完成です。じゃあ早速いただきます。美味しいかな、どんな感じだろう。うわ、絶対これ卵がいい役割してるような。ご飯もいい感じ。いただきます。めっちゃ、うん、見て、お肉がめちゃくちゃ柔らかい。つけた甲斐がありました、ちゃんと。ご飯もすごい上手に炊けた。こうやってキャンプしながらのこのキャンプ飯ってやっぱなんか格別美味しく感じますよね。なんでなんだろう。いや、今回初めてカリフォルニア乗ったんですけど、いや本当に思った以上に本当に乗りやすかったです。なんかキャンピングカー自体初めてだったので、ちょっとこうイメージ的にはなんかこうかなりこう重ためで、こうちょっと乗りにくいのかなっていうイメージもあったんですけど、こんな乗りやすいキャンピングカーがあるんだなっていうふうに思いましたね。あと、あれなんですよ、普通キャンピングカーってこの背の部分がかなり高いじゃないですか、車高が。で、車高が今回2メーターだったんで、多分普通のキャンピングカーだと、2200とかになると思うんですけど、これは2メーターなので、駐車場だったりだとかも普通にミニバンサイズで入れるので、そういった部分すごくいいですよね。あ、落ちた。わ、すごいコーヒーのいい香りが。で、この組み立ててみても、女性一人でできたっていうのもちょっとびっくりでしたし、なんかあれですよね、本当にこう秘密基地感があってすごく楽しかったです。ちょっとキャンピングカーってこう誰しもこう憧れるじゃないですか。私も小さい頃すごい憧れてましたし、今回こうやってデイキャンプができてすごく嬉しかったんですけど、このなんて言うんだろう、車なのにちょっとした家みたいなような感じになってて、ちょっと子供心というかこう遊び心こうくすぐられましたね。とっても一番やっぱりすごいなって思ったのが、私はキャンピングカー自体初めてなのであれですけど、この上のポップアップルーフが、簡単に開けられたものもそうですし、意外と広かったんですよ。こんなに広いんですね。ちょっとびっくりしました。本当に私一人じゃなくても2人、大人2人いても全然広々としてましたし、あとこの下のシートも倒せば2人寝れるんですよ。なので例えば4人家族とかでも全然余裕に使えちゃうので、これすごいですよね。めちゃくちゃいいと思いました。